対象製薬ホールディングス対象製薬。対象製薬株式会社は東京都豊島区高田に本社を置く製薬会社である石井絹次郎が設立した。1912年10月石井絹次郎が個人企業として対象製薬所を設立。1928年に株式会社対象製薬所に改祖された。賃買巨炭薬、パブロンや目薬、 アイリスなどの市販薬、栄養ドリンクのロングセラー、リポビタン D や、発毛剤、リアップの製造発売元として、広く知られている。健康飛びを願う生活者に納得していただける、優れた医薬品、健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造、提供することにより、社会へ貢献する。 富士フィルムホールディングスが所有する富山科学工業の株式の一部を譲り受け、富山科学工業は大正製薬と富士フィルムホールディングスの共同出資会社になる現在過去上記の他に CBC テレビ、信長とのコラボレーション企画として小泉恵里が主役を務めた CM が中京ローカル限定で放送された。詳細はリポビタン D を参照一部一社提供ありテレビ。 編集現在提供クレジットが番組ごとに異なっており、水色ゴシックで社名のみを記したものと、社称を併記したものがある。現在過去ラジオ、編集現在過去1955年7月から、社称として、わしのマークが用いられている。わしが翼を広げた姿を図案化してあり、当時始まったばかりのテレビ放送で、企業イメージをわかりやすく視聴者に提示するべく、 複数の候補作の中から選ばれた。制定当初は12枚の羽を持ち、顔や足をリアルに描いた、正明とこれを若干デフォルメした、略称が用いられたが、1976年4月に、この2つを統合し、8枚の羽と顔をデフォルメして、描いた、統一称となり、現在に至る。和紙のマークのモチーフについて、制定当時の社長であった、上原昭吉の出身地である、 埼玉県北葛飾郡杉戸町の地図上の形を模したという俗説がある。しかしながら、1955年2月11日旧、杉戸町と東側の田宮村、南側の堤郷村、北西側の高野村が合併。1956年1月1日北葛飾郡、去って町から旧、八代村の一部を杉戸町に編入し、大技本島を新設。 同年9月1日、去手町から旧八代村の一部を大技本島に編入。1957年7月17日東側の泉村を編入。1960年11月3日、旧泉村の南側である大和崎崎、足橋、倉常を昭和村に分離。これをもって、現在の町域が完成した。したがって、のマーク制定当時の杉戸町は、 地図上で翼を広げたワシのような形はしていない。上記の理由からワシのマークについて当時の社長上原小吉の出身地がモチーフになったとする説は明確に誤りである。米 P&G と日本法人であるマックスファクターからコーラック、VX メディケーテッド,ドロップ、VX ベポラップの日本における販売権を取得した。なお日本以外の事業については ベイビー &G グループが引き続きブランドを保有し事業展開している。1989年にゴキブリ用誘引殺虫剤のコンバットを米国クロラックス社から導入し事業展開していたが同社との契約解消により1997年4月に同事業から撤退。なおコンバットシリーズは同年から家庭西洋剤事業で クロラックス社と提携関係にある緊張ブランドの第二本所虫肉から発売されているバイアスドルフのガーゼ付き救急伴奏工ハンザープラスとの権利は顔がバイアスドルフとの合弁を行ったことを受けてこれを譲渡し対象では独自ブランドの対象版という伴奏を発売を経て現在ではキズガードというブランドの伴奏工を発売しているありがとうございます